成田三立家、千代田タコ下宇佐吉田洋化、市場成田鉄道タコ線、成田鉄道タコ線製土部跡、タコ線はバス会社千葉交通の前身である、成田鉄道がかつて運営していた鉄道路線である。千葉県営鉄道としてこの鉄道空白地域の便を測るため、1911年から1926年にかけて成田タコ間が開業した。 開業時は大日本帝国陸軍鉄道連隊が演習で付設した設備と車両を借用していたが、千葉県に後に払い下げられた。1914年には八幡三立河岸の四川八幡線も鉄道連隊が付設して、開業、1917年に千葉県に払い下げられた。祖父が各駅の駅長を務めていた小川国彦が、 成田駅で発車に乗り遅れた人が直後であれば駆け足で追いつくことができたと回想し平林太鼓が砂漠の花の中で汽車がカーブするときに飛び降りて用を足してまた走って乗るんだからのんきなもんさと書いているようにのどかな鉄道であった開業当初は日本の営業用鉄道では群馬馬車鉄道に次いで 狭い 600mm 期間で、後に国鉄との直通の瓶を測り 1067mm の凶器へ改め期した。同じ頃延伸開業したタコカリ業界千葉間は最初から 1067mm 期間である。八幡線は 600mm 期間のまま、1940年の廃線まで改め期されなかった。営業成績が悪かったため、 成田市で路面電車を運営する京成電気軌道参加の成田電気軌道へ1927年に売却額140万円で譲渡された。建設費は167万円だったが見解は満場一致で可決した。なお、この売却金の一部は漁業指導船、ふさまるの建造に充てられた。現在成田国際空港の用地になっている三里塚付近には 内町下うさ両牧場がかつてててて存在ししおり戦前は桜の名所としても知られていたため国鉄総武本線、成田線から臨時の直通列車が乗り入れたこともあった。しかし、戦時体制に入ると石炭や資材不足により1日に往復まで削減された。さらに、選挙区の進展によりセレベストに形成グループが 鉄道を敷設することになったため、路面電車ともども資材を供出するため休止され、代わりに、省営自動車の運行が始まった。千代田、ソメイマは、線路跡の路盤を利用して、成田三立下間10往復、成田多古間に往復、多古洋海千葉間1に往復が運行された。しかしバスは、ガソリンが、戦時体制で使用できず、木炭を燃料にしていた。 木炭自動車のため、従来の鉄道が1時間20から40分で全線を結んでいたところを2時間以上も要するようになった。現在では JR バスタコ線が同区間を1時間の1時間20分で結んでいる。なお、セレベス島での鉄道は結局実現せず終戦を迎えており、南洋の地に送られたレールは行方不明となった。 輸送船が撃沈されたとの説もある。休止時点1934年10月1日、改正当時。ありがとうございます。